皆さんこんばんは。いつも YouTube を見てくださりありがとうございます。長らくお休みしていましたが、台湾留学レポートもまた今日からゆっくりと更新していきたいと思います。では今日の台湾留学レポートではですね、中秋節について紹介したいと思います。昨日9月29日は日本でも中秋の名月でしたよね。台湾でもこの日は中秋節、中国語で言いますと中秋節という大きな祝日になっています。台湾のこの中秋節はですね、一言で言いますとかなり賑やかだなって思いました。例えばですね、朝から LINE ではこのような画像が送られてきたりとか、でこの画像も皆さんいろんな画像を持ってらっしゃるんですよね。前 YouTube でもお話ししたジャンペイというあのおはようってあの画像みたいな感じで、年配の方が多く使うんですけれども、こういう画像はすごくいろんな種類があって、見てるだけでも中秋節の楽しさを感じられました。そしてですね、インスタグラムでもやっぱり中秋節だなって感じられたんですけれども、この中秋節快楽、この快楽って中国語で言いますと快楽って言うんですけれども、これはおめでとうっていうニュアンスがあります。でこのインスタグラムのストーリーのところにもみんなジョンチョウジエクワイラーってあげてて、やっぱり LINE とかインスタグラムでもすごく賑やかな感じが伺えました。そして台湾の中秋節って言いますと、やっぱり皆さん一番最初に思いつくのは月餅ではないでしょうか。台湾はこの時期になりますと、中秋節が近くなりますと、このようにお店の前でたくさんの月餅が売られていたりとか、あと台湾のスターバックスとかホテルでもオリジナルの月餅が売られ始めるんです。で、私もこの時期になると月餅をもらったりもするんですけれども、初めて月餅を食べた時に驚いたのが、一番あのこの下の画像なんですけれども、このように黄色い丸いやつが入ってたんですよ。皆さんこれ何だと思いますか？これはですね、あの卵の黄身の塩漬けになっています。私初めて見た時に、これ見るとき、食べる前に見た時にすごいあの硬いなんかクリームみたいなのが入ってるのかなと思ったので、この卵黄の塩漬けって聞いた時はすごくびっくりしました。しかもこのあんこの甘さとこの卵の塩漬けのしょっぱさが絶妙にマッチしてて美味しいんですよね。で、あんこ以外にもやっぱり白あんだったり、あと緑の豆って書くあの流動とか、いろんなあんがあって、あのお店、一つのお店の中の月餅を食べ比べるのも美味しいですし、あのいろんなお店の月餅を食べ比べるのもすごく面白いです。ただ月餅ってカロリーが高いって聞くので、食べ過ぎは注意なのかなって思います。そしてですね、月餅と同じくらい、あ、中秋節来たなと思うのは文旦ですね。日本と形がちょっと違うんですけれども、色とか形が違うんですけれども、台湾も中秋節が近づくと、あのスーパーだったりとかフルーツ屋さんではかなり月餅が売られは、間違えました、文旦が売られ始めます。友達に聞いたところでは、台湾の文旦の名産地って言いますと、花蓮にある鶴岡っていう場所と、台南の馬島っていう場所が多くあるそうです。確かに、あの、スーパーとかで、スーパーやフルーツ屋さんで果物、その文旦を買うときには、鶴岡文旦って書いたり、馬島文旦って書いていますね。で、この文旦はやっぱり皮が厚いんですよ。なんで包丁で切ることが多いんですけど、まあ、包丁で切って剥いて食べるんですけれども、私はこの文旦がすごく好きで、この時期になるともう文旦をほぼ毎日のように食べています。そして台湾の中秋節の、月餅と文旦、あともう一個特徴何かって言いますと、やっぱりバーベキューとか焼肉になるんです。この時期になりますと、台湾では道路の橋とかでもいろんなところでバーベキューをしているところを見かけます。親戚で集まってバーベキューをしたり、友達と集まってバーベキューをしたり、みんなワイワイと楽しくバーベキューをしているんですけれども、なんでその台湾だと中秋節イコール焼肉やバーベキューってイメージがすごく強くなりました。そしてですね、
バーベキューの時にみんな食パンを持ってくんですよ。台湾のバーベキューって。で、私初めて見た時に、なんで食パン持ってんだろうと思ったんですけれども、みんな普通に、お肉が焼けてから食パンも焼き始めるんですよね、端の方で。で、焼けた食パンにお肉とか野菜とかたくさん入れて、サンドイッチみたいな、サンドして食べていました。で、これも少し面白いなって思ったんですけれども、思いましたね。やっぱ日本では見ないなって思います。で、私は昨日ですね、日本語世代、日本統治時代にお生まれになった林鄭省さんにお招きされて初めて台湾のバーベキューに参加してきました。で、先ほど言ったように、道端とかでもよくバーベキューやってる姿って見るんですけれども、林先生のお家には屋上があるので、屋上で親戚の皆さんや、あとお友達と集まってすごく賑やかなバーベキューを体験させてもらいました。で、林先生のもう、ご親戚だけでもかなり人数が多いんですよね。もう、お子さん世代、お孫さん世代、そしてひ孫さん世代って4世代が集まって、すっごく賑やかだったんです。しかも、とにかくご飯も豪華でした。やっぱりバーベキューでだけあって、お肉もあったんですけれども、お肉だけでも、でなく、海鮮類もありまして、どれも美味しかったです。しかもすごくおしゃれなバーベキューだったんですよ。最後には、からすみも出てきました。で、からすみって皆さんどうやって食べますかね？結構メジャーな食べ方って言いますと、からすみを炙ったり焼いたりして食べたり、で、その炙ったり焼いたからすみをネギと一緒に食べるっていうのが多いかなって思うんですけれども、昨日、最近の食べ方は少し違うんだよって教えてもらいました。ね。その最近の食べ方っていうのは、梨とか、リンゴ、あと、レンブっていうか、みずみずしい果物に挟んでからすみを食べるんですよ。この写真のように、これは梨を挟んでるんですけれども、これが最近の食べ方でした。で、やっぱり普通に食べるのも美味しいと思うんで、美味しいんですけれども、このようにみずみずしい果物と一緒に食べるとも、また、すごくマイルドになって、若い世代はすごく食べやすい感じになりますね。すごくこの食べ方も美味しいんです。なんで、まあ、バーベキューをしながら、最新のからすみの食べ方も教えてもらって、すごく面白かったです。そしてですね、食後には、月餅も出てきました。もう、食べやすいように、もう切ってもらっていたんですけれども、この月餅、実は、林先生の娘さんの手作りの月餅だったんです。で、やっぱりそのさっき言ったように、月餅ってこの時期になるともういろんなところで売られているんですよね。わざわざ作らなくてもいいくらいなんですけれども、ってくらいなんですけれども、この手作りの月餅もすっごく美味しくて、本当にプロ顔負けの味でした。もう絶対お店に出してもいいかなと思うんですけれどもね。で、この月餅はですね、普通にこのあんこのあんだけではなくって、抹茶とか、やっぱり、バーベキューもおしゃれだったんですけれども、月餅もおしゃれなものがたくさんありまして、すごく美味しかったです。そして、バーベキューの後は、林先生のお家に少しお邪魔して、昔のお話を伺ったり、あとカラオケをしたりして過ごしました。私の YouTube でもよくその林先生の歌を紹介しているんですけれども、今回もまた新しいお歌を歌っていただきました。また編集してから皆さんにシェアしたいと思います。やっぱりこのような中秋節って留学生だとなかなか体験できない貴重な機会になるんです。やっぱりこうやって親戚同士の集まりってなりますと、まあ外の人間ではないですか、留学生って外部から来てる人たちなんで、やっぱりこういう中のイベントって参加する機会はめったにないですし、まあ誘われたら参加できるくらいの感じなんですね。なので、すっごくその台湾の内側のイベントを体験できたなっていう気持ちが強かったです。また、林先生の親戚の皆さんも皆さんすっごい温かい方たちで、本当にもうお腹も心もいっぱいになった昨日でした。また、このようにですね、台湾の
生活をリアルタイムで皆さんに紹介できたらいいなって思います。本日もありがとうございました。